はい、皆さんこんにちは、大江さんです。先日ことぶき屋さんより女神デバイスの新作が発表されましたね。今回アナウンスがあった新作の情報は3体、そのうち1体が完全新規になるようです。完全新規となるキットがこちら、スサノオですね。このスサノオですが、2018年時点でイラストが公開されていたので、いつ発売されるか待ち望んでいた女神オーナーの方々も多かったのではないでしょうか。ちなみに2018年の情報公開時ではスサノオと並んでこのアマテラスのイラストも公開されておりましたので、こちらの発売も期待できそうですね。そして残る2体がこちら、エクスキューショナーブライドとエクソシストウィドウです。こちらの2体はすでに発売されている商品の空張りかと思いきや、単純な空張りではなく装備が変更されており、またアイプリントも完全新規となっているので、かなり魅力的なキットになっております。ちなみに変更される装備の方は新規ではなく、同社から発売されているモデリングサポートグッズという商品を使用しておりますので、発売が待てないという方は既存のキットと組み合わせてそれっぽく作ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回ご紹介するのはこちら、女神デバイスエクソシストウィドウモドキです。本体の方ですが、以前代行制作でエクソシストを制作させていただいた際の試作品が手元に残っておりまして、放置状態でしたので、今回はその子をリサイクルして制作しました。なので申し訳ないですが、本体の制作過程は今回残っておりませんので、もし見たいという方はこちらの動画を見ていただけると幸いです。こんな感じで一部パーツはシンナー付けして塗装を落として下地から作り直しました。ある程度塗装が落ちたらエアブラシでシンナーを吹き付けて洗浄します。多少塗料のカスは残りますが、超音波洗浄機で洗浄すれば綺麗になります。こんな感じで塗料の食いつきを良くするために全てのパーツを洗浄しておきます。塗装は髪の毛だけグラデーションをかけておりますが、その他は特筆する点がありませんので、レシピだけ公開します。髪の毛はプラチナブロンドシャドウを基本色に、ハイライト部分にプラチナブロンドベースを塗布しています。この時下地には発色が良くなるようにレモンイエローをサーフェイサーとして使用しています。また髪の毛先端は一度ビビッドオレンジを塗布した後、その上からクリアで薄めたプラチナブロンドシャドウを薄く吹き付けております。その他のカラーリングについての解説です。下地は全て黒サフを使用しています。黒はミッドナイトブルーとアルティメットブラックを半々で混ぜたものを使用しています。シルバー部分はフレームメタリック2を使用しています。青色の部分はシルバー、GX、メタルブルー、蛍光ブルーの順で塗装しています。若干緑に寄せるといい感じになりました。続いてグレイブアームズのレシピです。黒、シルバーについては本体と同じです。ブルーは筆で塗っております。 GX、メタルブルー単色で塗っております。金色はゴールドを使用。重厚付近のスライドして露出する部分には焼き鉄色を使用しています。また細かい塗り分けはエナメルのブラックで塗り分けています。グレイブアームズの制作過程については別の動画で制作過程をご紹介します。デカールは全て配給パーツのコーションデカールを使用しています。非常に使いやすく重宝しています。概要欄で補足しておきます。メタリック部分は光沢を残したいのでクリアでトップコート、それ以外はフラットクリアでトップコートしております。手首は暫定的にバレットナイツランサーのものを拝借。グレイブアームズの接続もランサーのパーツを使用しています。関節類はそのうちモデリングサポートグッズに切り替える予定です。こういった関節類も発売されているので非常に便利ですよ。最後に瞳を青色に交換して工作完了です。この辺の工作についてはこちらの動画をご覧ください。